澤さん、今回ご紹介していただけるお花を教えてください。紅花、山芍薬と言います、はい、本当に紅花ですよね。薄いピンクで、コアの一応日当たりのいい草原なんですけど、うん、あと2カ所知ってるのは林の中です。でここでなぜあるかって言ったら、ここのすぐ近くにあの洞穴があって、はい、そこから冷たい空気が湧いて出て斜めに降りてるみたいなんですよ。だからここ それなりに涼しいんでしょうね。で今年は出なくなるんじゃないかと思いながら、毎年待って一つか二つ咲いてますから、もう昔からずっとここで生きてるって感じの花ですね。本当に珍しい絶滅危惧種一例ですよね、山口県。もう見つけた瞬間にうわーってなりましたね。そうでしょ、はあ、しかもね、こんなね、缶から出るの何にも影がないところで咲くんですからね。昔からここに生きてるから、そうやって生きていけるんだと思いますよ。今年も1回目に来たらちゃんとつぼみがあったので、すごい嬉しかったです。今年は特になんか綺麗に咲いてるような気がします。だいたいこのお花は何月から何月の間で咲いてるの？もう本当5月の初めから、もう全体的に2週間咲いてないと思いますよ。あ、じゃあもう、はい、もう終わりですね。これからすぐに終わっちゃうような、はい、もうこれで散って終わりですね。このお花は今こう、なんて言うんでしょう、こう丸まってるような、これ以上開かないです。開かないんですね、はい、この花の特徴はこれがよく一番よく開いた状態です。中をちょっと見てみると、4つですかね、はい、よく見たことないんだけどで先がこう曲がってるのが特徴なんですよ。それがね、実になって、あれが結局実になるわけでしょ。実になった時の あれ見たらよくわかるんですけどね、これそれが特徴になるわけですね。山芍薬の紅花、山芍薬の特徴で、ものすごく長い間ここで生きてきてると思うんですよ。国定公園になる前に、うん、撮られた方がいらっしゃるんですよ。写真を、いやいや実物を、で自分家の庭に植えてたのをたまたまそれでその地元の方が案内してくれたのがここだったんですけど、うん、もうずっと前ですよね。国定公園になる前だからって言ってたから昭和34年か、あの頃じゃないですかね、国定公園になったの。でこうやってずっと、まさかと思いますよね、こんなねところで、こんな、そうですね、本当もう、白い山芍薬でもこんなカンカン出るじゃないですよね。だからもう長年ここで、本来はもっと林の中に、もう一箇所適正な場所なんですね、今度ご案内しようと思うんですけど、はい、もう一つは半日陰で、本当にそこが似合う花って感じなんですよね。でそこは皆さんもたくさん見に行かれます。で随分減りました、そっちたくさんあったんですけどね。なるほど、数が全然減ってしまいました。だからこれはちょっと、ここをね来られるともう踏んづけられるしね、なくなるし、だからこれはもう内緒内緒のなるほど内緒、すいません、ね、いや本当に生き、ね、こうやってずっと生きてくれてるから、はい、本当にね、でもこれまさかこんな時で咲くなんて思わないから、花見た時ブルブル震えましたね、はい、いやこんなね、本当日当たりに草原でこんな花が咲くなんてと思って、本当日にも当たってるのですごい花が生えてます ね今日はでも割と日差しがね柔らかいですけど、まあ、時期としては柔らかいですけど、すごくここ日当たりがいいわけでしょう。なのにもかかわらず、ね、だから立派に咲いてる。だから草原に咲いてる子をここ行ったらとても生きていけない、草原じゃない林の方で、だからやっぱりここにもうね、ここではこういう強さがないと育たないんだって知ってんのかも。
はい、中澤さんありがとうございました、ね、はい、いい花ですね。秋吉台にこんな花もあるよっていうか、ね、いつまでも生きててほしいですね。そうですね、はい、それでは皆さん引き続き、秋吉台の絶滅危惧種の植物をお楽しみいただけたらと思います。はい、はい、綺麗かわいい綺麗かわいいって、いただいてありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。すごいですね。湿気があるとこが好きなんですよね。だからこの花。